へいへい、あれちょっと待ってね。なぜか来ないんですね。あ、来た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 。オッケーオッケーオッケー。レンさん、3回頑張ったら1回休んでくださいね。美穂さん、今夜のこと秘密にできますか。マリさん、してほしいこと言ってみてください。アイさん、こんなことしたら好きになっちゃいますね。おー、来た。これはですね、今何をしているかと言いますと、愛さん、こんなことしたら好きになっちゃいますね。いい感じにレコーディングできてますね。これはですね、何をしているかと言いますと、ファンのみんなの名前を呼ばせていただこうという、ジャミリーのみんなのね、名前を呼ばせていただきたいという企画をやってるんですけれども、年末年始はジャミリーのみんなの名前をこう書かせてくださいという企画をやったんですけど、今度は名前を呼ばせていただくという名前呼び企画を今やっております。こんな風にですね、夜寝る前に毎日コツコツやってるんですけど、何百人ぐらいもっとかやっておりまして、ルナさん、初めてを奪ってもいいですか。あやみさん、ひなのさん、してほしいこと言ってみてください。こんな風にね、毎晩夜な夜な撮っておりますよ。ルナさん、初めてを奪ってもいいですか。撮れてる、撮れてますね。ですねこんな風に名前呼び企画をやっております。ポスターを買っていただいた方にですね、この声のデータを、お送りするっていうものなんですけれども、ポスターが今5種類出てるのかな、受注限定で出ておりまして、2月26日までポスターが売ってまして、ポスターを買ってくれた人にこんな風に、名前とセリフ付きでお送りするという企画です。で、普段俺らってなんかこうジャミリーのみんなの名前をこう呼ばしてもらえる機会ってないんですね、あんまり。だからこうなんか前回年末年始は名前、年賀状を書いて送るっていうのをやって、結構その名前、こういう名前の人が多いやなとか、なんか前回書いて、なんかすごく名前を書けたことがね嬉しかったんで、ちょっとスタッフに無理言って名前呼び企画っていうのをやってみて、みんなの下の名前をね読むっていうのを今コツコツ毎日寝る前に撮っておりますので、お風呂上がりでございます。いやー、ちょっと濡れてますけどね、すいません。こう年賀状もすごい喜んでもらえたんで、名前を読んで送ったら喜んでくれるかなと思って、で、前回やった時にすごい喜んでもらえたんで、もう一回やろうと思って今コツコツやってるんですよ。それを一部始終今見せてるっていうね。かずみさん、こんなことしたら好きになっちゃいますね。これもう一回かな、声のトーンとか。かずみさん、こんなことしたら好きになっちゃいますね。もう一回かな、これもう一回だね。かずみさん、こんなことしたら好きになっちゃいますね。かずみさん、こんなことしたら好きになっちゃいますね。楓さん、今夜のこと秘密にできますか。うまくいきましたね。次、リオナちゃんかな。リオナさん、次リオナさんですね。リオナさん、
今夜のこと秘密にできますか？あかねさん、してほしいこと言ってみてください。もう一回かな。こんな風にコツコツ撮ってますよ。ミクさん、初めてを奪っていいですか？はるか、後ろ向いて、手ついて。しおりさん、首絞めてもいいですか？というふうに、こんなふうにですね、もう一回まとめると、ポスターをね、今ポスターの名前呼び企画というのをやってるんですけども、どういう企画か簡単に言うと、まあ26日までに、2月26日までにポスターを、注文してくれた方に、こういうふうに名前を呼んで、その音声データと一緒にポスターを送るという企画をやっております。で、第1弾ちょっとコツコツ撮り始めてますので、録音できた順からファンの皆さんに、ジャミリーのみんなに送りますのでね、ちょっと待っててくださいね。やべえもう寝る前なんでさ、もう今何時だ、深夜の3時27分なので、顔面のクオリティやばいですが許してください。すげえな、クマがやべえ、もうずっと寝てねえまあなんかこう一日少しずつね、コツコツとこういう風に撮ってお送りしておりますので、ちょっと待っててくださいね。ポスター先に届いたかな届いた方はお家に貼ってるとことかちゃんと見せてくださいね。やっぱりこうファンのみんなの名前を呼べることも嬉しいけども、なんかその届いた時にこうキャッキャしてくれてるところとかって、俺らは顔が見ることがやっぱそれだけはできないじゃないですか。だからポスター届いたよとか、部屋にこんな風に飾ってるよみたいなことを教えてくれるだけでも俺らはなんかすごい嬉しいので、届いた感想とか送ってくれたらいいなと思います。まあなんかこう名前を呼ぶって人と人コミュニケーションで当たり前のことだと思うんですけど、なんかやっぱりこうアーティストとファンだったらなかなか名前をね呼ばせてもらう機会とかもないので、こんな風にね、まあ呼ばせてもらう機会を今回作りまして、喜んでくれたら嬉しいなというような感じです。もう深夜なので滑舌も回っておりませんが以上、名前呼び企画でした。ありがとうね。以上だよ。もうちょっとレコーディング続けるね。ヒカルさん、してほしいこと言ってみてください。ナナさん、今夜のこと秘密にできますか？なんか結構セリフ言ってますけど、なんか深夜にこのボロボロでこの顔面で言われてるということは、ちょっと勘弁、想像せずに、いつものこうステージとかで歌ってる俺を想像して、聞いてくださいこんなグダグダの俺に言われてるところを想像せずに、ちゃんとかっこいい感じの状態の時に言われてるのを想像してくださいねじゃあ名前呼びポスター企画の説明でした。注文いただければ、名前を呼んでお送りしますので、で音声の方が多分後に届きますので、それはご心配なくね。よし、以上じゃ、おやすみ。おやすみ。